デジカメ大当たりの話。デジカメ大当たりの話。つい先日、ジャンク屋でですね、ジャンクの家電なんかを扱うような中古家電屋でですね、ジャンクの家電を、デジカメを買いまして、それが大当たりだったというお話ですけども、中古家電のデジカメのコンパクトデジカメですね、手のひらの上に乗るようなコンパクトデジカメが、まあ、ごろっとね、カゴの中にいっぱい入ってて、まあ、500円とかね、800円とか1000円とか、そのぐらいでバーって入ってて、で、よく見てるんですよね。うん。で、これまでも何度も買ってましたね。はい。ニコンのね、クールピクスシリーズとか、あと、キャノンのね、イクシデジタルシリーズとかね、いろいろ買ってて、まあ、自分でメディアをね、集めたりとか、あと、バッテリーをね、また別に買ってきたりとかして、それで使えるようにしたりとかしてね、たんですけども、その日はですね、まあ、見たらですね、カゴの中にですね、箱付きのデジカメが置いてあって、それ300円なんですね、300円。箱付きで300円はいいなと思って。だけど、そういったね、デジカメの箱付きの場合はですね、あんまり付属品全部付いてるってことないんですよ。例えばケーブルが足りなかったり、例えばバッテリーが足りなかったり、メディアが入ってなかったり、フルで入ってることはほとんどなくて。でも300円だから、試す価値はあるなと思って。で、買いました。で、もちろんね、買う前にメディア何使ってるんだとかね、SD カードですね。しかもコンパクト SD カードみたいな、ちっちゃい SD カード。小指の爪ぐらいの大きさ。あの SD カードね。それは一般的なんだけど、それは持ってるんでね、家に。それから、バッテリーはですね、まあ、もちろん充電のバッテリーを使うんだけど、単4電池が使えます。単4電池でも充電のね、あれやつありますから、単4電池の充電の電池、これが使えると、2本で動くわけね。で、まあ、コードね。コードは、そのパソコンとつなぐときのような、コードはですね、それは中入ってました。はい。で、本体も生きてると。うん。で、メディアもね、挿したら、録画できるっていうね。だから、普通にデジカメとして使えるんですよね。300円なのに。で、コンパクトデジカメの中古品を買うときに気をつけなきゃいけないのは、まず、バッテリーがね、あるのかどうか。つまり、特殊なバッテリー使ってるケースが多いので、もう生産してませんとかいう場合もあるからね。だけど、単4電池だから、普通にコンビニ売ってますし、充電池は何度も使えるから、経済的であると。これは、まあ、一つクリアですよね。それからメディア。これは記録媒体ね。これも特殊な記録媒体をもう生産してないような記録媒体を使ってるところもあるんで、でもこれは、SD カード、コンパクト SD カードなんで、どこでも売ってると。安いもんですよね。確かね、4GB で4、500円で売ってるところもありますよ。中古ならね。それでね、それもまあ自分で持ってるから OK と。それから本体自体が壊れてないのかどうか。壊れてませんでしたね。全く問題なしと。でね、まあコードがついてればなおよしですね。パソコンとつなげるような。うん。まあ、コードついてなくても、アダプターがあるんでね。カードリーダーみたいなのあるんで。大丈夫なんですが、まあとにかく。それでね、買ってきて使えると。うん。で、マニュアルとかもついてて、じゃあこれ動画撮れるのかなーって見たらですね、動画も撮れると。はい。動画撮れるんですよね。本当に手のひらの、半分ぐらいのとこに乗るようなね、小さなコンパクトデジカメ。それで、動画も撮れると。それから、画像も連写できると。うん、これメーカーどこなんだって見たら、海外製なんですね。海外製のメーカー。だけど、結構機能ちゃんとしっかりしてて、いいんですよね。それでね、もちろんズームとかもできるし、いろんなね、シチュエーション、シーンに応じて、こう、なんていうかな、モノクロとかね、セピアとかね、できますし。あと、夜景を撮るとかも全部できる。つまり、コンパクトデジカメに求められるような機能が全部入ってると。しかも、動画も撮れるし、音声付きですよ。動画も撮れるし、本当にもう文句がないっていうね。
言うことがないっていう、そういうもので、すごいなと思って、まあ、もちろん300円で買ってきたからっていうのはあるんだけど、大当たりだなと思って、はい、こんなね満足したことないんですよこれまで。はい、でね、メーカーどこなんだみたいな感じで、で探してあんまよくわかんないと。もちろん海外のメーカーとか、海外とのあれがあるメーカーかな。それでそのメーカーはね、他のラインナップってありますよね。そのメーカーのホームページ見ると、他にもこんなの作ってますよっていう、カメラ系、家電系のね、安価な家電系のそういうメーカーなんだけど、もちろん名前が知れてるようなところじゃないですよ。だけどなんかね、トイカメラも作ってるんですね。なるほどと、トイカメラの技術がだいぶ入ってるなと私は思いまして、トイカメラでこうデジカメをね作ってたんで、トイカメラってそのおもちゃのカメラみたいなね、デジタルカメラなんだけど、子供が持ってもいいようなおもちゃのねカメラ、もちろん値段も安いと思うね。で当然その画質とかもの求められてないと、うん、信頼性とかもね、仕事で使うわけじゃないかな、求められてないんだけど、でもなんかコンパクトに収めるとか、あと安く作るとか、はい、それからバッテリーとかね、そういったメディアとかをなるべく特殊なものにしないとか、子供が使うものはなくしたら終わりだからね。だからバッテリーとかもなるべくこう市販のものでやるっていうね、そういうことが行き届いてですね、非常に使いやすいというか楽なんですね。何も考えないでいいと、うん、でね本当に助かるなと思いまして、これあったら他のデジカメ持ってかなくていいぐらいだなみたいな感じで、大当たりですよね、大当たり。はい、まあそんなわけで、最近のねちょっと良かったことでした。